ここって何なのかな。ただの物置ってわけじゃないよね。ダンジョンにつながるような扉は普通物置にないと思う。あの扉があるからこの場所を隠してたのかな。もしかしてアークがこの時計を壊したせいじゃない？そんなことないよ。元から動いてなかったんだから、私が壊したわけじゃないよ。アッコ、この前触ってたでしょ。さあ何にしても時間の流れがおかしくなってるのは間違いないはず。時間の流れか。あれ、なんだっけ、なんか聞いたことがあるような。あれ、誰か降りてくる？どうしてアマンダが？アッコが図書室行くっつってたから気になってたんだよ。まさか図書室からこんな場所に行けるとはな。ブライトンベリーに行くんじゃなかったの？ん？予定を変えただけさ。つうか、なんでアッコがそれを知ってるんだよ。あーもう、ただでさえややこしいことになってるのに。こんな面白そうなことを私たちに隠してるなんて水臭いじゃねえか。絶対他の子たちに言わないでよ。特に先生たちには絶対。わってるって、私が言うわけないだろ。あら、知られて困るようなことでもしているのかしら。行く。ああ、終わった。よりによってなんでダイアナが来るのよ。まさかアマンダ？おいおい、私がダイアナを連れてくるわけねえだろ。ひどい言われようですわね。アッコがいつにも増して挙動不審だったので様子を見に来ただけです。アッコのせいじゃねえか。ねえ、そんなことよりアッコ、あなたは罰当番として図書室で本整理をしているはずではなくて。それはただサボるだけではなく、このような場所で一体何を。ことと次第によってはフィネラン先生に伝えなければ。待って、それだけはちゃんと説明するから。というわけで、カクカクシカジカなの。へえ、ダンジョンか、面白そうじゃねえか。時間の流れが、まさかここはホロロギウムの間。そうだ、ホロロギウムの間だ。ホロロギウムの間？なんだそりゃ。そこには時を操る時計と開かずの扉が鎮座する。時計は逆に回り、扉の先は開くたびに変わる。秘宝は行方知れず。シャリオカードの試作品として作られた幻のレアカードだよ。へえ、持ってるのか？うん、前にシャリオカード設定集で見たことがあるだけ。なあ、ダンジョンに行かねえのか？アマンダは不安じゃないの？不安って、なんで？時間が戻ってるって普通じゃないでしょ。退屈しなくて良さそうじゃねえか。今からでもダンジョンに行きたいところだぜ。まだあなたの話を全て信じたわけではありません。私、嘘なんかついてないよ。それも明日になればわかります。それにしても、もしここがホロロギウムの間なら。ここがホロロギウムの間なら何なの？どうして図書室に隠されていたのでしょうか？さあ、偶然じゃない？あなたの答えには期待はしていませんでしたが。何よ！
アマンダたちまで巻き込んじゃってよかったのかな。アマンダたちが勝手に来たんだから仕方ないよ。いいのかな。もしかしたら明日になったら覚えてないかもしれないし。面白くなってきた。アッコと一緒にいれば何か起きるとは思ってたけど、まさか夏休み初日からとはね。それだとまるで私が原因みたいじゃない。そうじゃないの。違うと思うけど。食べる？ホクホク味。私が壊したわけじゃないよ。アマンダたちも私たちみたいに今日のことは忘れないのかな。どうなんだろう。今考えなくてもどうせすぐにわかるよ。まさかこんな面白いことになってたとはな。うん。時間が戻ってるなら食べ放題？ホロロギウムの間だとすれば、本当に時間が戻ってるのかな。まさか本当にアッコの言う通りだとはな。信じてなかったの？あんな話簡単に信じられるわけねえだろ。でも今は違う。そりゃ自分で経験すりゃな。後で私たちも図書室に行くよ。不思議、ドーナツみたい。アシロ先生、ごめん、私急いでるから。え、アッコ、ちょっと。遅かったわね。私が言った通りだったでしょ。ええ、どうやら夏休み初日が繰り返されているようです。それでどうするつもりですか。え、いつまでも夏休み初日というわけにはいかないでしょう。それはそうだけど、私としては先生に伝えてもよろしいのですか。それはダメ、お願い、それだけは。ホロロギウムの間についていくつか分かったことがあります。え、なになに。落ち着きなさい。全員がホロロギウムの間に揃ってから説明します。ホロロギウムの間について少し分かったことがあるので情報を共有しておきます。まず現状の再確認ですけれど、ホロロギウムの間が時を操ることができるのは今の状況を踏まえれば間違いないでしょう。おそらくはアッコたちがこのホロロギウムの間の封印を解いてしまったのが原因でしょう。どうしてそんなこと断言できるの。図書室の隠し扉を調べてみました。随分と古い術式でしたが、確かに魔法によって封印されていたようです。それを何も考えずに封印を解いてしまう者がいるなど、封印した魔女も想定していなかったのでしょう。だってこんなことになるなんて思わないじゃない。
それはさておき、解決につながる手立てはおそらくホロロギウムの間にある開かずの扉です。行方知れずの秘宝が開かずの扉の先にあるってわけ？秘宝があるかどうかは知りませんが、あの扉は差し込んだ魔法の鍵によってつながる場所が変わるそうです。え、でも魔法の鍵は一つしかなかったけど。そのことですか。これを見てください。これは今朝寄宿舎で拾いました。確認しましたが、寄宿舎や学内の教室の鍵とは型が違うそうです。じゃあもしかしたらこの鍵を挿したら。ええ、今鍵箱に入っている鍵とは異なる場所につながると思われます。もしかしたら時の流れを正常に戻すヒントが見つかるかもしれません。そうなんだ。よし、早速行ってみよう。魔法の鍵は他にも学内に散らばっているかもしれません。ちょっと待ちなさい。あ、何？今さら危ないから止めるとは言わないよね。魔法陣の一部が破損しているようです。これでよし。何したの？魔法陣を修正しました。これで3人までなら正常に転移されるはずです。4人以上で入ったら？やめておいた方がいいですわ。下手をすれば二度と戻ってこられない可能性もあります。え、あなたたちが無事に転移し戻ってこられたのは幸運だっただけです。おじけづいたならやめてもよろしいですが。はっ、冗談はやめて。怖がってるのはダイアナじゃないの？物は試しです。魔法陣がちゃんと動作するかどうか確かめたいですし、一度行ってみてはいかがでしょうか。メンバーは任せます。まあ私を選んだ方が安全だと思いますけれど。
普段通りやるだけです。食べる？ふわふわ味。ケルティナコリアこれでも食らえ。そこで一撃取れ。リオセンサルアーク取れ。そこでも食らえ。一撃取れ。お話になりません。お話になりませんわね。これでも食らえ。ケルティナペリアーこれでも食らえ。お話になりません。お話になりませんわね。リオセルソルアーレ。おったかいら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 おってかいらおってかいらケルティナペリアーレ。これでどう？そこでこれでも食らえ。ケルカレグ最そこでこれでどう？そこでケルカレグ最初へ。お話になりませんわね。これでも食らえ。そこでこれでも食らえ。えいやえいやそこで逆取れ。特に何もなかったね。そんなことありません。転移の魔法陣は正常に動作しましたし、鍵によって違う場所につながることが確認できました。私はもう少しホロロギウムの間について調べてみます。あなたはもう諦めるのですか？そんなわけないでしょ。私だってやるときはやるんだから。一度最初に行った場所を調べてみた方がいいかも。え、どうして？ダイアナが魔法陣を修正してくれたから、今度は違う場所に転移するのかなって。そっか、何かヒントが見つかるかも。じゃあ行ってみよう。待って、ちゃんと準備してからじゃないと危ないよ。ロッテは心配性だな。
私たちでは倒せない強敵と遭遇する可能性があります。そういった場合に備え、しっかりと装備を確認しておくと良いでしょう。あるいは経験を蓄えることで自らを強化しておくべきです。そういうまどろっこしいのって苦手。遺跡ならルーナノバに戻っても魔法が使えるすっごいマジックアイテムが手に入っちゃったりするかも。ケタコでペリアー、これでも食らえ、これでも食らえ、ケタラジャイバーレ、そうはっ、やっ、これでえいっ、ほんとうわぁ、はい、はっ、油断大敵のようケルティナ・ペリアーこれでも食らえ、そこでそこでそこでこれでどう、えいっ、やっ、ぶつかる、うわぁ、これでどう、そこで、油断大敵、油断大敵、油断大敵、
こっち。油断大敵のようです。えいや、これでも食らえ。お話になります。これでも食らえ。油断大敵のようですね。えいや、そこです。お話になります。お話になりません。ケルティナ・ゼリア、そこです。お話になります。お話になりませんね。ケルバン大使、そこです。はっやっ、こっちは。っはっやっ、これでどう。そこです。うっ、撃ち止め。はっやっ、撃ち止め。はっはっはっやっ、こっちは。っそこです。追ってこよう。Thank you.
特にヒントも見つからなかったね。でも最初とは別の場所に転移されたし、意味はあったんじゃないかな。そうかな。とにかくできることをやっていくしかないよ。うん、魔法の鍵を探して、その鍵でつながる場所を調べていけば、きっと何か見つかるよね。何について調べようかな。やっぱりこのホロロギウムの間が鍵だと思うんだよね。あれ、他のみんなは？みんなホロロギウムの間について調べに行ったんじゃないかな。じゃあ私も行ってくるね。あ、ちょっと待って、アッコ。どうしたの？今朝これを拾ったんだけど。これも魔法の鍵なのかな。多分。準備ができたら行ってみようかな。私はもう少しこの場所を調べてみるね。私はもうダイアナ、何か分かった？少しだけ。え、何何？ホロロギウムの間について載っている本が数冊ありましたわ。時間の流れを正常に戻す方法は書いてあった？いえ、そのような内容は載っていませんでした。なんだ。ただホロロギウムの間の時計、あれが時間操作に関係していることは間違いないでしょう。あの壁にある大きな時計？ええ、今は動かなくなっているようですが。げっ、あの時計最初から動いてなかったし、私のせいじゃないよね。アッコ？あ、うん、もしかしてあの時計を修理すればいいのかなって。それで時間の流れが正常に戻るとは断言できません。もう少し調べてみますが。ふん、私はどうしようかな。あなたはおとなしくしているのが一番良いのではなくて。そんなことない。見てなさい、私が解決するんだから。やっぱり動いてない。叩いたら動き出したりしないかな。余計に壊しちゃいそうだからやめとこう。あ、そうだ、メカマニアのコンスタンツェなら直せるかも。コンスタンツェどこにいるかな。やっと見つけた。ん？ちょっとコンスタンツェに見てもらいたい機会があって。というわけで時計を調べてほしいんだ。できれば修理できると嬉しいんだけど。ん？それじゃお願いね。私もすぐホロロギウムの間に戻るから。
どう？治りそう？振り子が動かなくなってるみたい。そうなんだ。あ、修復魔法で治らないのかな？ダメだね。素材が特殊すぎて修復魔法は効果なし。何か必要なものがあるなら私が取ってくるけど。それなら磨きの子を入手してくれない？磨きの子って何？産地が南米の希少なキノコだよ。南米？そんなの手に入るわけないじゃん。南米出身のカルメンがいつも持ち歩いてるって話を小耳に挟んでね。そうなの？それならスーシーが分けてもらいに行けばいいじゃん。私はいろいろ忙しいのさ。どうせアッコは暇でしょ。まあ別にいいけど。そういえばカルメンってどんな子だっけ？緑色の髪の長い子だったような気がする。私に何か用？うん、アッコ、図書室の罰当番になったって聞いたんだけど。そうだけど。お願い、とある本を探してきてほしいの。本？うん、夏休み前に借りようと思ってたのに忘れてて。別にいいけど、なんてタイトル？明日からは本格的に夏休みの楽しい魔法の特訓よ。キャサリン、今日の予定は？どうせもう決まってるんでしょ？もちろんよ。とりあえず朝食が終わったら宿題をしなくちゃ。私はパス。私遠慮するあるね。ほんだ、二人が断るのも想定通りよ。なら最初から誘わなきゃいいじゃんか。それ言わない約束あるね。は、何？寝ちゃうところでしたわ。なんか眠そうだけど、まだ寝ぼけてるの？いいえ、寝ぼけてるんじゃなくて寝てないの。え、どうして？明日追試があるからよ。ちょっとくらい寝た方がいいんじゃない？うん、もうちょっと頑張る。イレーネ、あ、起きてますわよ。限界みたいだけど。心配は無用。無理しないでね。
麗ね。あ、現地心配は無理しない。おはよう。はあ、朝からあなたにモーニングを邪魔されるなんて。おはよう。せっかくの優雅な朝が台無し。おはよう。おはよう。勝った。図書室の幽霊を見たということですが。うん、昨日の夜にね。どんな姿でしたか。暗くてよく見えなかったけど、髪が長かったかな。ほうほう、その辺をもう少し詳しく。図書室の幽霊を見たって聞こえたんだけど。何？アッコも七不思議が気になるの？ちょっとね。それで本当に見たの？まあね。そのせいでどこで聞きつけたのか朝から報道部に囲まれちゃってさ。すごいね。ただの噂だと思ってたけど、もしかして他の七不思議も本当なのかな。ただの噂だと思って。何か用事ですか？図書室の幽霊を見たという。ねえねえ、聞いた？呪いのドールの話。あー、知ってる。ルーナノバネットワークの号外に載ってたやつでしょ。ルーナノバ七不思議ってやつね。あれって昔の記事を引っ張り出してきただけって聞いたけど。それがどうも本当に見た子がいるんだって。へー、嘘っぽい。デマなんじゃないの？今の話もう少し詳しく聞かせてくれない？いいけど大した話じゃないよ。昨日中庭で呪いのドールが現れて不思議な踊りを披露したんだって。それが本当なら見た子たち大丈夫かな。呪いのドールを見たら三日三晩寝込むとかって書いてたよね。本当か知らないけど。中庭に呪いのドールね。気になるなら中庭に見に行ってみれば。日向ぼっこ、なんかこうしてるとあんな風に綺麗に飛んだら。
ダイアナ、難しい顔して何を考えてるの？あなたには関係がありません。そんな言い方ないでしょ。魔法の鍵について考えていました。魔法の鍵？おそらく魔法の鍵はルーナノバの学内に散らばっています。そしてそれを探すことが問題解決につながるかもしれません。え？そうなの？まだ確証はありませんが、そうですね、カノープス遺跡でミスリニウムという鉱石が見つかれば少しわかるかもしれません。何がわかるの？それはまだ推測なので話せませんわ。教えてくれたっていいじゃない、ケチ。ミスリニウムは今では貴重な鉱石なので魔法道具にも使えるでしょうね。へえ、とにかくそのミスリニウムとかいう石があればいいのね。あなたがカルメンよね。アッコ？何かよ。私今ちょっと忙しいんだけど。ニガキノコを持ってたら分けてほしいの。一本だけでもいいから。ニガキノコ？残念だけどあなたに分けることはできないわ。どうして？私ピーマンが苦くて食べられないの。でも苦キノコを振りかければその苦味でピーマンの苦味を消してくれるってわけ。え？ピーマンを食べるために？簡単に言わないでよ。私がどんな思いでピーマンに立ち向かってるか知らないくせに。ごめん、でもそんなに嫌いならピーマンを残せばいいんじゃないの？ピーマンに負けたくないものだからこそ苦キノコでさらに苦くしてでも食べてるんだから。さらに苦くなるんだ。悪いけど、いざという時のために苦キノコをあなたに渡すわけにはいかないわ。ねえねえレッ、悪いけど、ねえねえレイチェル、昨日の授業で習った魔法の図。ええ、魔法には火。そうそう、それ。私は火の魔法を使ってもう。それって前に話してた炎の魔女に。さすが、よく覚えてるね。子供の頃モンスターに。なんだ、アッコも聞いたのか？呪いのドールの噂。ということはアマンダも？ああ、なんか面白そうだったからな。どんな踊りを見せてくれるのかと期待してたのに。いないみたいだね。やっぱり噂は噂ってことかな。そう決めつけるのはまだ早いかもしれないぜ。意外、アマンダ信じてるんだ。見たやつが言うには夜中に現れたって言ってたからな。へえ、そうなんだ。まあ、私はもう少し様子見てみるよ。